オンニバルデマール国庫は、フィンランドの少年兵。フィンランド内戦の折、白守軍の一員として戦ったが、わずか14歳で戦死した。開戦後間もなくして、国庫は、リミンカ義勇軍の一員として、ポフヤンマーに発見される。その後、リミンカ義勇軍は、オールの戦いに参加した。一時は、赤英軍の捕虜となったが、脱走に成功している。その勇敢さから、 コッコは、間もなくして、オスカル・ペルト・カン・ガス中尉の副官に選ばれている。その後、ペルト・カン・ガスと、コッコは共にトルニオ、ビルップラ、ルオベシなどの激戦に参加した。1918年3月25日、タンペレの戦いの折、コッコは、赤英軍の兵士に狙撃され、重傷を負った。すぐに、バーサに設置されていた軍の野戦病院に、 運び込まれたが、4月22日に負傷が元で死亡した。彼の遺体は、バーサの英雄墓地に埋葬された。なお戦死の直前、白守軍総司令官、カールグスタフ・エミール・マンネルヘーム将軍は国庫に、対する四級自由十字章の授与を決定していた。現在まで、国庫は、史上最年少の自由十字章受賞者である。 その後、オンニコッコの名は白守る軍における一種の伝説として語り継がれた。彼の写真で特に知られているのは、小銃を手に直立の姿勢をとっている写真と、死の直前に野戦病院のベッドで撮影された写真の二つである。バーサのパロサーリには、彼の名にちなむオンニコッコ通りがある。1920年、スウェーデン系フィンランド人の作家ヤールヘメルは、 コッコを題材にした小説、オンニコッコを発表した。翌年には、ラウリーコ戦によるフィンランド語翻訳版が、オンニコルパとして出版された。A.B. ハク、オンニコッコスゴメンソタスリーマット1914-1922-2004、バレシュヌバーストンキャンズリア、アーキストーラトス、A.B.C. ケリナン、ペッカ、タライマ、リミンガンコートスーツーカーや、 S148 から149ユーバスキーラガマースイ2003ありがとうございます。